皆さんこんにちは、森子処方です。処方です、こんにちは、はい、今回はリクエストが非常に多かった、はい、向田邦子さん。向田邦子さん、今年亡くなられて40年なんですね、うん、ぴったり40年ですね。40年、それでちょっとあの特集もいろいろ組まれたりしました。私ちょうどね、40年前にね、友達とケニアに旅行してたの、うん、ケニアのサファリツアーに入って、うんうん、ケニア行きたいなと思って、うん、じゃあ帰りの飛行機の中で誰かが新聞読んでて、うん、向田邦子が死んだらしいよ、飛行機落ちてって、と思ったんですけども、うんうん、だからお目にかかることもなかったんです。そうなんですか。だってまだデビューしてないですもん。あ、え、林さんがデビューしてなかった。してないよ。あ、そっか。あ、もう親睦されたのかと思いました。いやいや、とんでもない。あの親睦といえば、あの、はい、私あの文学者の墓っていうのがありまして、うんうん、静岡県の富士霊園というところにですね、うん、菊池寛から始まって、はい、本棚の背表紙みたいに作家が去年と代表作がこうずらっと本箱みたいに並ぶ文学者の墓があるんですけども、それがあと8期になったんで、林さん買っときなよっていうことで、この間購入しましたら、隣が向田邦子さんで、とあの不安が多いんで、はい、まあ、お線香余ったら一本隣にくれるかな、すごくいいポジションだなと思って、向田さんの隣っていうのがいい。全く信仰はなかったんですが、なんとお墓は隣同士になります。もうこれもエッセイに書きますね。書きました。いや、まだ書いてない書かれるネタですね。そうなんだ。で、向田さんで今でもとっても人気がありまして、早く不慮の事故で亡くなられたってこともあるんですけども、エッセイも非常に人気ありますけどもね、小説も、なるほど、すごい、いや、すごい才能だなと思うんですよ。あの脚本家の方が割と小説の方に行くとセリフが多いんだよね、うんうん、やっぱりこうセリフで進行してる仕事をあのやってらっしゃるから、うん、セリフが多くてちょっと読みづらいなと思う時もあったりするんですけども、向田邦子さんっていうのはその比喩とかがこう素晴らしくて、例えばあのもうじき亡くなるお父さんのね、うん、あの枕元に行くとこう日が暮れてこう命の陣取りしてるみたいだとか、素晴らしい比喩がこう出てくるわけ。そして例えばこの中にこうカワウソっていうのがありますけど、はいはい、こういかにもこういう女の人いるなってこう生きてることがね、楽しくて楽しくて、夫の不幸でさえなんか楽しい材料にしてるって、こう体がこう自然に動いてしまって、こういう女の人いるなって、人間を見る目の鋭さっていうのがすごいですね。そして今申し上げたみたいに、セリフだけじゃなくてそのト書きにあたるそういう字の文章が非常に美しいんで、向田さん の小説ってよく朗読されるんですけど、朗読されるとやっぱり言葉を大切にされた方なんで、あ、非常に美しい文章だなってことが分かるんですね。今回見直して本当分かったのは、男性が主人公が多くて、中年からこう初老になっていって、みんなちょっと人には言えない過去をこう持ちながら、まあ人生こんなもんかなとこう折り合いをつける、思い出トランプってまあいい言葉だけど、はい、思い出の中には嫌なものもあるし、チクッと心を刺すものもある。だけど、まあ、そういうものと折り合いをつけながら、まあ、人生なんとか生きていって、最終を大切にして生きていくんだなっていうようなね、そういう何とも言えないこうしっとりした情感が多くの人の心を打ったんだと思うんですね。向田さんっていうのは、あのある意味人たらしで、写真見ても本当にお綺麗な方で、はい、全てのこう人の心を捉えることができたみたいで、大変男性にも女性にも人気があった方みたいですよね。うるさ型の山口ひとみさんもメロメロになったけど、山本夏彦さんっていうエッセイストがいらして、はい、この方もあの怖いおじさんでした、はい、私も存じ上げてますけど、あのその方が向田邦子はいきなり現れてほとんど名人であるっておっしゃったのかな、いきなり現れてほとんど名人であるってことを言った、週刊文春のエッセイのことをおっしゃったんですけども、他の執筆人がたちまちこう眼色をなくしたみたいなことを書いてます。でもね、今私がそれを書かれたらムッとすると思うんですよ。私も連載してたら、それで田辺聖子先生がちょっと怒られて、
関西の男はこういう乱暴な言い方しへんとなんかお書きになってたことありますね、うんうん、私もちょっと乱暴な言い方だなっていうのは思いました。そのくらいうるさかったのおじさんたちがみんな向田さんになびいちゃったのね。なびいちゃったんですね。本当に素敵な方で、脚本家としても時間ですよとか寺内監督一家なんか私も夢中で見ましたけれども、うん、その脚本家として成功した後に、うん、今度は小説の方に行ったんですけども、いきなりね直木賞取られてね、もうなんていうのかな、他の業種から作家への転換ってなかなか難しいですよね、はい、脚本書いたり例えばあのエッセイ書いたり評論書いたりして小説っていうのは、私もそうだったけどコピーライターからエッセイってエッセイから小説っていうのはあのなかなか書き方も違うし難しいんですよ、うんうん、私なんか、まあ、うまくいった方だと思いますけれども、うんうん、向田さんはさらにこう鮮やかにパーッと、私は コピーの世界だと全く二流三流で、あの名を成すことはできなかったんですけども、向田邦子さんはその脚本家の世界でトップ行って、うん、でこっちに来てはいきなり直木賞を取って人気作家になって、こういう方はちょっといないと思うんですよね。歴史みたいな形で学ぶんですけど、はい、向田さんってエッセイの方っていう印象が強くて、はい、父のは美女だろうな多分と思って読んでたら、林さんから思い出トランプって言われて、え、思い出トランプって何だろうって。そうですよね、小説も直木賞取られてたっていうのをびっくりしました。ちょっと本当に早く亡くなったんで、うん、数多くないですけども、今も版を重ねていて、伏せてる彦さんもまああの向田さんの盟友だったから毎年ね、うん、向田邦子作品でいいドラマを作ってたんですよ、はい、うんうん、はい、それがやっぱり向田邦子人気をずっと支えてた一つの原因だと思うんですけども、うん、この方は今の時代を先取りしていて、お一人様で独身ですごくかっこよくて綺麗で幸福そうで自分の仕事バリバリやるって、今あの、うん、多くの女性がね理想とすることを40数年前にやられていて、うん、それがとってもかっこよかった、うん、はい、そのロールモデルになり得た人なんです、ね、そういうこともあって今あの10年以上の方にも非常に強い人気を持ってるんだけども、若い方は今言ったみたいに教科書で向田邦子って名前を知って、はい、そしてまたそこから入る方もいて、やっぱり向田邦子さんずっと根強い人気でいいなと思う。書かれてることが全然古くないというか、本当ですね、古くない、うん、古くない、ね、うん、あの携帯もない時代だけども、 なんかね昭和のお父さんたちがいっぱい出てくるけどそんな古くないですよね。そうなんです、やはり見てくださってる方も小説も、エッセイも書かれるということで、ぜひ林さんの向田邦子論を聞きたいということだったんですけれども、あの寂聴先生があの瀬戸内寂先生をして、作家なんてね死ねば次の年から全部本棚からなくなるのよ、私の中で残るのは源氏の役だけだと思うわ、あの寂聴先生に添うが、私はそんなことないと、あの琵琶乱調にあるとか鹿の子両乱とか、うん、そういうものは残ると思うんですけども、やっぱり今亡くなってね、それでもなおこう人気を誇ってる2人しかいないと思う、女性は山崎豊子さんと向田邦子さんだけだと思うんですけども、向田邦子さんってやっぱりこう日本人の金星に触れるっていうか、あの方自体の存在もこう美しくて、うん、しかもちょっと悲しい死を遂げたということで、うんうん、非常にこう日本人の心に深く残る作家になったんじゃないかなと思う。小説書いてて難しいのは日常があります、現代があって、うん、いきなり、まあ、過去の思い出になって、うんうん、でまた日常に戻るときに、うんうん、その繋ぎ方が下手だとギクシャクするんですよ、はい、第一行秋原いいっていうもんじゃないんで、うん、その着地する時の見事さって言ったらないですね、それ素晴らしいなと、うん、そうですね、この枚数30枚だと思いますけど大体、うんうん、短編は30枚で来ますけども、うん、枚替えが非常に難しいんですよね、それなぜかっていうと何もことを起こさないと単のこう心象風景になっちゃうんだけども、うん、あんまり起承転結すぎるとちょっと下品になってしまうと、ここの兼ね合いが非常に難しいんですけども、だからこの30枚っていう短編でどうやってこう自分の文学観やあの人生観を見せるっていうのは至難の技なんですよ、だからこの短編をね、このレベルの短編を
向田さんずっとお書きになってたって本当にすごいことだなと思います。向田邦子さんも40年か本当にお目にかかりたかったです。今どんな作家になられたか、もっと たくさんの作品を残されたと思うので、まあ、ちょっと残念ですけど、今回は思い出トランプをご紹介いただきました、はい。